明けおめー。さあ始まりましたゼロスタイル。ほいということで、はい、この番組は表現者の原石の方にゲストに出ていただいて、その方たちの可能性に迫るトークバラエティ番組となってます。ということでこんにちは、メイン MC のスマイルです。月一 MC の中野かな子です。はい、ということで、明けましておめでとうございます。はい、年明けたよですね。明けちゃいましたね。2021年、うん、早い本当に。いやかな子さん、はい、あれや、2021年の抱負とかなんかあるん違うかな。抱負ですか。言おう、もうせっかくの機会やから、そうですね、まあ2021年も、まあ、皆さんにね、こうやってこの番組が続く限りは笑顔を届けていければなと思います。おうおう、はい、なるほどね、はい、ああいうこと言うね。真面目なこと言いますよ。いやいや、はい、まあまあスマイルの方はね、はい、モテたい。何ですかそれ。そんなことはいいよ。いやいや、そんなこと置いといてね、新年一発目やからね。はい、そうですね。そんなこと置いといて、今回のゲストは、なんと、まあ、シンガーソングライターの方なんやけど、もうすごいカラフルなファッションの方で。いやですよね。初めて見た時から思ってました。本当に歌とかもね、可愛らしい歌とか歌ってはる方なんやけど、はい、もうそういう方が今回ゲストで来てくれてるから、いやいや、楽しみやね。そうですね。はい、新年一発目どうなるかっていうことで、一旦コマーシャルどうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、ということで、ではでは今回のゲスト紹介したいと思います。今回のゲスト、シンガーソングライターのトラさんです。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。毎度お気にトラです。ありがとうございます。すごい。トラさん、じゃあね、早速なんですけども、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、私はですね、大阪でシンガーソングライターとして活動しながら、はいはい、あと YouTube の番組も持ってまして、はい、体を張ることをたくさんしてる番組なんですよ ね、 はい、はい、シンガーなのに体張ること、芸人並みのことをしながらも、梅田でバー経営をしてるトラです。すごい、肩書きが一番。よろしくお願いします。はい、でね、トラさんね、実はね、はい、最近話したのは最近なんやけど、ね、実はもう5年前ぐらいから SNS でつながってて、まあ共通の知り合いも多くて、ほんで街中で3回ぐらいすれ違ってんねんけど、まあ一発で分かるという、あ、トラさんや、あ、トラさんや、確かにもうファッションがすごい目立つから。はい、はい、そうですね。で、まあまあまあね、でも人見知りやからちょっとね、話しかけるのはどうかなって思ってた時に、はい、いや人見知りや。今視聴者めっちゃ疑問に思ってます。ハテナって人見知りや。まあはい、そのかなこさんの主催イベントを見に行った時にトラさんも出てはって、そうなんですよ、ね、はい、もうこれは喋るしかないと思って、はい、でお話しさせてもらって、はい、で、いや、あのトラさん、あのゲストでじゃあ出ていただけませんか、はい、ということでね、今回出ていただいたということで、はい、そうです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい喋ってはったんで、すごいなんかナンパしてはるなって思って勝手になんか喋ってナンパしちゃう。よくしちゃうんですか。たまに走って逃げられるけど走って逃げた人おった。あ、いいじゃないです。トラさんの、ね、活動のことどんどん聞いていきたいと思うんですけども、はい、じゃあかなこさんからね、かなこさんもね、はい、あのトラさんと結構お付き合いあるということ。そうですね、はい、私も結構長いですね。そうね、結構長いですね。いつもイベントに出ていただいてるんですけど、呼んでいただいてます。そうなんですよ。でいろいろあれですよね、結構なんかブラックな話とかもしたりしますよね。ブラック、そうですね。そう、大人の会話、大人の会話したりしますよ。大人の世界の話をしたり、はい、そのくらい仲いいですよ。そのくらいの仲いい仲ですよ。困ってる。ちゃんとなんか引いてるじゃないですか。なんで引いてるよ。おかしい。MC 引くとか喋ってくださいよ。なんか急に変な感じになるじゃない。新年やから、新年一発目やから、確かにね、めでたいから。でも活動の話もね、ちょっと聞いていかなと思って。ああ、そうですよね。でもなんかそのトラって名前の由来もそうやし、そのファッションもいつからそんな感じなのかって。あ、これは気になるね。聞いたことないんで。確か5年前からもこんな感じやったから、はい、あ、そうですね、うん、多分
私小さい時からこんな感じです。もうアーティスト活動関係なく、はい、関係なくもう、あの髪の毛はさすがにね、やっぱ親があかんかったから、ファッションは間違いなくカラフルでした、うん、全部、見る写真見る写真全部カラフルやし、めっちゃ笑顔です、あーしょみたいなぐらい小さい時からそういう感じでしたね、そうなんですね、すごい。ちなみにどこで購入されるんですか？これはアメ村とか、あっぽいぽいぽい、おりさんアメ村には確かにおりさん、そうですね、アメ村、基本アメ村で購入しております、でもコナさんあれですよね、あの絶対一発で間違い探しで一発で分かるやつですよね。そうですね、間違い探しでどこ、あトラさんおったみたいな、よくあの、ね、待ち合わせ場所にされます知らん人が、いやいやなんか隣超カラフルな人いますけど、はい、みたいな間違いない、いやいや私や言うて私やない、いやいやいや、なるほどね、そうですね、歩く宣伝塔として買ってます、いやいやいや、はい、まあ、その宣伝、うんうん、宣伝塔とやったりね、はい、トラさんですけど、はい、まあ、あの歌の活動もねすごい可愛らしい歌とか歌われてますけど、はい、ね、僕ね、まあ、一番気になるのはやっぱりね、 YouTube でネット配信番組をずっとやられてたっていうので、はいはい、あれ3年近くやられてましたもんね。あ、そうですね、はい、いや僕も初期の頃から見てたんです、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、大ファンやな、いるよ、話したことはなかったけど、確かに話したことはなかったけど結構ね本当に体張られて、はい、そうですね、なんかいろんなことチャレンジしたり心理スポット行ったりとかもね、そんなの子が一人で心霊スポット入ることありますみんなに聞きたい、まあ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 、でも途中までねディレクターの方とかね、うんうんうん、あのついてきますから、はい、ただまあお化けもビビるやろうなと思います。お化けもビビる、やばいの来たぞってなってるのあいつ貧しいみたいなここでだからあの YouTube のあの配信番組がすごい印象的で、ありがとうございます。トラさんって言ったらその、まあ、トラッカル TV っていうね、あの配信番組、ね、そうですね、配信番組ですね。で最後の終わり方っていうか、はい、まあ、1年ちょっと前ぐらいですかね、そうですね、なんか、まあ、そのずっと通してフルマラソンを走るっていうのを目指してやってるんですけど、あのハーフマラソンで終わってるんですよ。そうなんですよ、今日打ち合わせの時にあれの続きを見たいと、はい、僕は訴えてたわけなんですよ、はいはい、フルマラソン行きますよ行くんです。続きがあるんです。実は。僕あれでね、的にまあ打ち切りになったっていうか、なんか終わっちゃったんかなと思ってたんで。いや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 。じゃあこれからね、そっちの方もすごい楽しみやな。多分これからの方がひどいですよ。どんどん体を酷使して。多分みんなかわいそうってなるぐらいのハードさがあります。僕も結構ひどいやつなんで。そうなんです。はいはいはい、あの去年年末モザイクかかってますからいいですよ、自分が悪い感じで、なかなかモザイクかからんってすごいよこの放送局、モザイクも OK、 ビデオも OK、 場外乱入も OK、 素晴らしい、サナラ TV もどんどんいってるよ、コロの塊も素晴らしい、まあまあそれはしゃべっといてね。でまあこの後ねパフォーマンスコーナー移っていくんですけども、はい、トラさんなんとね、はい、今日は歌の方歌っていただけるんですよね。そうなんですよ、歌わせていただきます、ありがとうございます。いやすごいね、めちゃくちゃ楽しみなんですけども、はい、じゃあトラさん早速ですけども、はい、曲紹介の方していただいてよろしいでしょうか。はい、トラピカル TV のエンディングとなってます、トラの走ってです、どうぞどうぞ。心に何もない道に描いてた世界一になるシナリオ、みんなに無理だって笑われてもそんなの気にしない、だって自分が決めた道だから、もう嫌って逃げたいよね、後ろばかり気にしても何も変わらないことくらい君が一番わかってるでしょ。走って走ってがむしゃらに走って泣いたっていいじゃないか、前に向いて進めるなら走って走ってがむしゃらに走って
気づいたら目の前にたくさんの壁があって、目を背けたい時もある、見えないゴールに不安を抱え、一歩が怖くなる、だって逃げちゃうかもしれないでしょ、もう無理だって泣いて、大丈夫って笑って耳を塞ぎ、しゃがみ込んだって必ず走り出せるから、泣いて泣いてがむしゃらに泣いて、涙で前が見えなくたって道があれば進めるはずだから、走って走ってがむしゃらに走って、泣きながらでもゴールを目指そう。ぐるぐる頭使うよりがむしゃらに走ってみて、きっと道は見えてくるはず。世界の声が雑音として聞こえたてなくなったとしても、君を応援してくれる人の声に耳を傾けよう。笑って泣いてがむしゃらに走って、無限大の力が隠れてる自分を信じてみよう。走って走ってがむしゃらに走って、ゴールの先はハッピーが待っている。イエーイ、トラさんありがとうございます。お気に入りです。いやいやいや、もうすごいね、もう曲も可愛らしいし、うんうんうん、あのそのトラスカル TV のね、さっき言ってたエンディングテーマということで、そっちを聞いてましたから、うんうん、ありがとうございます。あの曲が聴けたみたいな。いやいや、聴けてよかったよ、ね、嬉しい。カモさんどうやった？あ、とても元気が出る曲ですよ。何でそんなこと。いや、急に忘れられると思ったけど。来るよ、 MC や、気を晴れ気を晴れ、新年や。すいませんすいません、ちょっと正月ボケして。いやいや、正月はこれからやる。いやいや、トラさん、あの素敵な歌ね、本当にありがとうございます。ということでね、あの、はい、今回のパフォーマンスコーナーでした、はい、ということで引き続き後半はね、はい、トラさんの可能性に迫っていくっていうことなんですけども、はいはい、めっちゃ怖いな、ね、何やろな。トラさん、実はこんなんできますっていうのあるんじゃないですか。実はこんなんできます、はいはい、なんかでもありそうですね、すごそうな特技。いやいや、確かにすごそうな、ね、見た目がやっぱパンチャー。いやいや、本当にねえ、言ってましたもんね、あの打ち合わせの時、私はやるからみたいな。基本なんたって体張ってるからみたいな、ね、基本なんでも振られたらやっちゃいたいから。いやいやいや、自らなんかありますか、なんかこんなできますみたいな。あのね、今ほんまにやりたくないんですけど、はい、今までで一番きつかった一本一気飲み。あー、やりたくないやりたくないってなるでしょ。あー、でもね、はい、なんかよく分かれる。よく分かれる。まあ、ここにね、まあ、あるっていいということでね、はい、あの編集の時加工してくれる。そんな加工ある。何それ。何それ。それはスマイル無理やって言うけど、ちょっと飲んだ手で、飲んだ手で、飲んだ手で、どんななるかなってちょっと気になるやん。まず、まあ、ここあるじゃないですか。あ、はいはい、もう開ける瞬間に心がすごいダメージ食らうんです、あれ。あで、パッて開けます、はい、で、こう口に持っていく瞬間にウエッってなるんですよ。ウエッてもうウエッて言って、でも飲まなあかんから、ちょっと震えながら、はい、飲みましょう飲みましょう、はい、3、2、1いきます。ガン、一瞬、あって、一瞬、あってなるんですよ。あー、なるほど。あふれるーみたいな。いや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 、あふれるー。で、で、またガッていって、で、そこで、あれですね、記憶この辺に飛ばしておきますね。
そうですね、もう人としての気持ちをこの辺に残しときながら、はい、とりあえず育しようって言って、はい、で終わって、はい、ナームみたいな感じですね。ナームっていう感じですね、本当に。なるほど。はい、そうだね。いやいや、なんか変なね、さっきからカンペみたいに出してるけど、そんなやれへんよ。NG は守る男や。いやいやいや、控えめにって言うけど、ぶっ飛ばしていくよ。ゼロスタイルガンガン行くよ。こんなにかれた番組ないよ、ってくらいかれた番組作るよ。そうですね、黒歴史新年やから残すよ。はいはい、ねえ、トラさんも一緒に黒歴史残しましょう。新年はね、いやいや、新年やから。まだ、あ、かなこさんからあるんかな、はい、トラさんに。まあでもそうですね、今のエピソードもそうですけど、こうバーやってはるじゃないですか、梅田で。そうやね。そうなんですよ。だからなんかその今まで、その来たお客さんの中でやっぱり梅田やし、酔っ払いとかもおると思うんですよ。はい、います。それでやっぱり一番、こいつやばかったみたいなエピソード。ないんですか、なんか変なお客さん来たから。いや、ありますよ。あー、やっぱりあるんや。ただこれピン入れなあかんね、はい、かもしれない。ピンをね、入れていただけるから、はいはい、そうですか、はい、うんうん、ほんまにすごいヤバかった人は、うん、はいはい、まずね、入る段階で、はい、こうなってるんですよ、はい、男の人がね、男なんですか、女かと思う。しかも電柱のこの隙間からわかります。え、なんかドラマかっていうぐらいこうやって見てるんですよ。で、何がと思ってじーって見て、とりあえず無視するんですよね、うん、それじゃあお姉さん、ここは何屋さんですかって言ってきたんですよ。あ、バーですみたいな。もう目を合わさずに、はいはい、バーですね、どうしましたって言って、はいはい、極力入れたくないわけですよ、こっちからしたら、絶対やばいわと、はいはいはい、ね、バーやから入っていいかなみたいな、うん、やっちまった、どうぞみたいな。で、お酒を作ってあげると、はいはい、女の子の手料理飲めるって嬉しいみたいな。やばいやつや。で、とりあえずもう、わかります、もう飾られた表情で、あ、ありがとうございます、美味しいですか、良かったです、ふーみたいな。もうあしらう感じでやってて、で、とりあえず早く返そうと思って早く返したんですよ、うん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 、で、自分らはまあラストまで追って、うんうん、その人が帰ってからも5時間経ってるのに、外出たらまず電柱の影から見てるんですよ、まだおったみたいになって。で、まあ、とりあえず巻こうと巻いたんですよね。で、もううちらは怖いからタクシーで帰ろうと、電車乗ってついてこられても怖いからタクシーで帰ろうと思って、はいはいはい、タクシーヘイみたいな乗るじゃないですか、はい、で、どこどこでって言って乗ってたら、タクシーのうんちゃんが途中で、はい、姉ちゃん後ろからつけられてるけど大丈夫、ほんまにドラマみたいな。そうなんだよ。やばい。で、パーって来たら、はい、あれさっきのお客さんですわみたいな。で、タクシーのうんちゃんが巻いて逃げたっていうことがありましたね。そんなカーチェイスみたいな。そうだよ。やばい。でも分かります。僕もね、実は新世界でバーテン半年ほどやってたから、はい、ほんまにあそこやばいお客さん多かった。そうですね、何回トイレ連れ込まれそうなったか、何回ホテルに連れ込まれそうなったか、何回殴られそうなったかって、まあ、ちょっとね、ヤバめの目が映るな。あ、これやばいからね、ちょっとやばいから、俺はほんまに流されへんようになるから、ピーって入ります。いや、まあまあ、そんなお客さんがおるってね。いや、僕もやってたんですごい気持ちわかります。わかります。そんな人がたくさんいるじゃないですか。います、います、恐ろしい。はい、いっぱいいますよ、本当に。なるほどね。まあ、トラさんね、まあ、そういった、まあ、お店のお客さんとかもエピソード出てきましたけど、はい、いや、僕、まあ、エピソードつながりってあれなんですけど、はいはいはい、トラさんね、まあ、いろんなことチャレンジしてるじゃないですか、うんうんうん、で、やっぱり印象に残ったのは心霊スポットね、はい、行ったのがすごい残ったんですよ、はいはい、だから僕ね、あの、トラさん、オカルト体験談何に違うかなと思って。なんかあるんじゃないですか。ありますよ。いや、僕もね、お化けに襲われたり、お化けに車乗せてもらったり、お化けにストーカーされたりとか、いろいろあるんですけど。そうかまで。いやいや、あるんですけど。そうかまで。いやいや、まあまあまああるんですけど、トラさん、なんかあります？リアルタイムの最近っていうか、はい、まあ、去年あった話とかで、はい、かなこさんも大喜びするんですよ。いや、私苦手なんですよ。それ分かって言ってるでしょ。苦手なんですか。大丈夫。トラさん、じゃあ、ね、エピソードお願いします。これはほんまに私、その自分の店を始めて、はい、まだ1年経ってない時に、なんかね、売り上げが急激に下がった月があったんですよ。おー、はいはいはい。で、その時に、はい、怖いんで勝手にドアが開いたり閉まったりしてたんですよ。で、え、めっちゃ開いたり、え、はい、人おらんけど自動ドアかとかで一人突っ込んでたんですよ。一、はい、人でおる時やったんで、はい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 、自動ドアかいとか言いながら突っ込みながら、はいはいはい、もう怖いんでね、はいはいはい、で、そういう現象があって、お客さんにも、はい、さっきの女の人誰とか、あそこの角に座ってた女の人紹介してやとか言われてたんですよ。何怖いんや。え、いや、
おらんかったでとか、そういうのが結構頻繁にあったんですよ。で、ある日屋台があって、店前にね、屋台出てて、そこで並んでたら、そこの店員さんにお姉さん、お連れのお客様どこ行きましたって言われて、お連れのお客様、私一人で来ましたけど、いや、女の人おられましたよって言って、どんな人でしたって、赤いワンピース着てる髪の毛の長い女の人隣にいましたよって言われて、これなんかよく聞くや、泉の広場のやつとか思いながら、ね、よく聞きます、聞きます、もしかして連れてきたみたいな、友達連れてきましたかみたいな感覚で、ああマジかよと思いながら、でもお客さん全員それを目撃してるんですよ。お、はいはい、でちょっとあまりにも怖くなりすぎて、私あんまりそんなビビらないですけど、ちょっとお払い行きましょうかみたいになって、でちゃんとしたお払いのところに電話して、それじゃあ何時予約でお願いしますって言ったら、その神主さんが、あー来るとき気をつけてください、無理無理、何がですかみたいな、なるじゃないですか。なります、なります。いや来るときね、事故会う方もいるので気をつけてくださいめっちゃ意味深やないか言うてもって、これ私これ死んだらまあまああれですよ、大変ですよこれ事件事件とか言いながら、まあ、切ってお払い行ったんですよね、はい、それでお払い行ったときに神主さんが、そういう現象何ヶ月以内よね、でこういう人ですよね、目撃だはあ、で、え、これはやばいですかって言ったら、まあお払いしますけど、多分今後またその女の人が現れるので、現れた時はそのこれからお渡しするお守り握りしめてくださいって言われたんですよ。うわー、怖ー、いやーちょっとリアルに怖いわ、怖いと。でそれで1年間何もなかったんですよ。それじゃあその1年後、今年にですね、あの自分のね店の階段上がってたんですよ。エレベーターが動いてなくて、階段で上がろうと思って上がってたら、階段のフロアが全部真っ暗やったんですよ。これよくあるやつ、テレビでみたいな、はいはい、これ幽霊と遭遇するやつちゃうみたいな思いながら、はい、ちょっとワクワクしてるんですよ、大師、はい、いいネタあるかなみたいな、うわ怖いぞみたいな感じで行ったら、ダダダダダダダっていう上から聞こえたんですよ。ちょっと待って待って、うち上行こうとしてる、上から来たらうち、え、どこに逃げるみたいな、え、下に逃げなあかんけど、え、どうしようと、真っ暗やしと、はいはいはい、で、行って、それじゃ誰もいなかったんですよ。で、よかったわと思って、まあ自分のところの階でまた音がしたから、パッて見たら、女の人、女、赤い服の女の人が下にパーって歩いていくの。あれ、なんかサッカーかなこさんの後ろの、なるんですけど、ちょっともうお時間もちょっと来たところで、はい、ね、トラさんね、今日は告知の方があるんですよね。そうなんですよ、はい、告知しましょう。告知はですね、はい、私は、まあ、SNS たくさんやってます、はい、であとね、ツイキャスをずっと毎日配信しているので、はい、トラッチュと調べていただきましたら、はい、ツイキャスが出てきます。あと YouTube トラピカル TV、はい、2021年からまたね復活したいと思っておりますので、よかったらチェックしていただけたらなと思います。だからね、情報チェックしてください。これやりたかったこれやってみたかったいやいや、トラさんね、今日はすごいたくさんね、いろんな話していただきましたけど、ありがとうございます。今ね、活躍されてますけど、これからどうなっていきたいっていうのありますか？私ね、もうほんまにね、はい、M ステイン出るくらいビッグになりたいんですよ。M ステイン、まあ、よう言いますね、はい、僕去年年末ちょっと M ステ感出してましたけど。あ、マジですか？そうそうです、髪の毛切ったとか言われたい。いいと思うって言ってましたけど、あ、いい、はい、M ステイン、ね、出られたい。はい、そうなんですよ。いいですね。M ステ出てみんな自慢しいや、私のことって言いたいんですよ。みんな自慢しいな、私のことって言いたいんですよ。いやいやいや、トラさんのね、まあでも、もしかしたら、ね、その夢も叶うかもしれないです、はい、これからのご活躍すごい楽しみなんですけども、はい、ね、まあトラさん最後になりますけども、はい、まあ、この番組出ていただいてどうでしたでしょうか。いやすごいいい番組ですね、ほんま。ありがとうございます、ありがとうございます、本当に楽しい。いや新年一発目ね、いや、いい黒歴史残せます。いやいやいや、白歴史ですね、白歴史。ありがとうございます。またね、トラさん、あの機会ありましたら、はい、ぜひぜひこの番組の方遊びに行ってください。よろしくお願いします。はい、ということで、今回のゲスト、シンガーソングライターのトラさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、一旦コマーシャルどうぞ。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくて、しかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2、
ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、はい、ということでエンディングトークのお時間ということで、うん、いやいや、ね、かなこさんどうやった、はい、いや、ちょっともう最後ので、ね、もう帰りとなりました。いやいや、今もおるけどね。やめてください。いやいや、おらへん、何も。いやいや、おれへん。いや、いないですね。あ、いやいやいや、違うんだね。はい、はい。僕もね、トラさんの方ね、本当に歌の方も可愛らしいし、ね、ファッションも可愛らしいし、うんうん、そしてトークも面白いと、うん、そして今回一緒に黒歴史を作ってくれたと、はい、白歴史、ね、はい、白歴史を作ってくれたと、はい、いや、いい会にあった、違うかな、ですよね、すごい、お正月に、お正月というか新年一発目にね、新年一発目ね、いいと、いい年になりそうやね、うん、これから、そうですよね。で、まあまあ、トラさんもすごい良かったんですけど、はい、ね、かなこさん告知があるんやね。そうですね、私なかなかこう、何でしたっけ、ツイッターフェイスブック、インスタグラム、アメブロやっておりますので、ぜひチェックしてください。はい、こちらから情報チェックしてください。はい、ということで僕の方はね、はい、YouTube ブログの方やってます。こちらから情報チェックしてください。はい、ということで、はい、で、実はこの番組にね、はい、協賛っていうか応援店舗さんがついたということで、ね、ありがとうございます。ちょっとね、うん、そのご紹介をさせていただきたいなと思うんですけど、実はかなこさんのね紹介で、はい、そうなんですよ、応援店舗さんになってくれたということなんで、うんうん、かなこさんからじゃあ紹介してもらえるかな。そうですね、JR の阪和線、うん、鶴ヶ丘駅近くのですね、味噌ラーメンの店、味噌銀の、長井公園店さんから、協賛をねいただきまして、なんとね、皆さんに視聴者プレゼントがございます。はい、そうなんですよね、はい、1月の5日から、2月1日までですね、味噌銀さんに行ってもらって、このシャナナ、シャナナじゃないよこのゼロスタイルを見たよと言ってもらったら、1人前餃子が無料になるということです。はい、でね、これでも見た人限定やからね、うん、SNS とかには、ね、絶対書き込まないでくださいね、うん、それはちょっとやめてください、ね、いや、フリじゃないですからね、フリじゃフリじゃない、で、まあ、かなこさんとね、はい、このみそぎんさん一緒に行ったけど、ラーメン、はい、ほんまに美味しくて、そう、めちゃくちゃ美味しいんですよ、うん、はい、で、まあ、スマイル、これ、おごれそうなん、言ってないですよ、ごちそうさせてもらったやけど、違う、はい、いや、でも、ありがとうございました、ほんまにね、いいお店さんでね、うん、そうです、そうです、ね、ぜひとも、はい、いや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 、ゼロスタイルもどんどん盛り上がってきたね、新年一発目から、最近どんどんなんかスタッフの方も番組入ってきてるからね、いやー、いい番組になってきたよ、うん、ですね、みんなで楽しくね、これからもやっていけたらなと、どんどん黒歴史作ろう、どんどん行かれた番組作ろう、シャナナ TV も改革の時や、ここから変えていきましょう、ゴンゴン行こう、はい、ということで ね、皆さんお時間来たところで、はい、皆さんまた次回も見てください、はい、ではさよなら、バイバーイ、バイバーイ。